です。33,500円に俺現金が5,500円あるんだよ、プラス分のね。なんで39,000勝ちです。うん、39,000勝ち。今日はもともと2万発出してたんだよ。で俺52,000円ぐらい持ってきてたんだよね今日。で今俺52,000円ぐらいあるんだよ。2,000円引いて5,000円だから、でさっき500円もあるからそれ入れると1,000円になるから、まあ4万ぐらいだね。4万プラスです。多分あるでしょ。5万円、1,2,3,4,5、5万ある。でこれで4万円ある。 OK、 9万円だね。財布の中に入ってるので、千円札が1枚あるから91,000ある。だから39,000勝ちだね。いやありがとうございます、ジャスターさん。なんで今日プラスが、トータルで140勝ちです。 140K 勝ち、この8日間で。ありがとうございます。どうも、パルパル街道街道録ギャンカスにハマってますか TV へ。まあ今日ね、朝一にガローで11連して、まあ、14,000発でリゼロで4連して早いあたりで6,000発で2万発いっちゃったんですけど、まあ、6万ぐらい勝ってたんですが、まあ、ところどころ溶かしちゃって最終的には5,500円まで落ち込みました、プラスが。そこから199のね、009打ちまして、33,500円返ってきたんで39,000勝ちです。ありがとうございます。本当にお茶ばかります。はい、なので昨日の負けとで、まあ昨日の負けは取り返した、はい、っていうことです。でホテル代にもなりました。いやありがとうみんな、マジもう死んだかと思った。もう199出ないだろうなと思って言ってました、もう開き直りで。そしたらもう爆発して18連ぐらいしたんでね、爆発というか、まあまあ199にして頑張ったで出し方したんじゃないかなって思ってます。はい、いやうまくないよ本当。2万発で終わっとけばよかったんだよ、それが終われなかったからごめんなさい。まあ万発は取り返したぐらいっす。ありがとう。なので皆さん、昨日ねマイナス分取り返したプラスです。配信上で、プラってる額は14万勝ち、8日間で最高は16万ぐらい買ってたんですけどね、まあ、行ったり来たりしてます。はい、前に疲れない、いや楽しいよ。でまた明日やります。すいません、はい、もうどこまで行くのかちょっとね試したいんで、まあ、14万配信中で14万稼いでるんで、その分しか今使ってないんで、とりあえず。なんでよろしくお願いします。もうそれがなくなったらもうきっぱりやめます。
はい、また明日。ありがとうございました。今日はもうホテル戻ってゆっくりします。こういうあの逆転劇あるんで、よろしくお願いします。じゃあもう枠終わります。ちょっとご飯も食って、あとホテルもまだ取ってなくてさ、そのホテルも取ってゆっくりしたいと思います。ありました。多分明日養分来ると思うんでね、リスナーさん、その時にまた戦うと思うんで、今日ゆっくりします。お茶ばかりやす。ありさせよ、たっちゃん。いやだから正直俺結構すごいんだよ、勝ちが。何がすごいかっていうと、お茶爆がもうそんでよ10から4番過言ではない。これが31日続けはもう食っていってるから。はい、じゃあ終わります。ありがとう、お疲れ様でした。また明日ね。パルパル、バイバイ。まあ39系勝ちだけど4万勝ちです。40系勝ち。ありがとうございました。それ DM ください、お願いします、詳しく。